大賀のりお、王賀のりお、王賀、のりお、1930年1月29日から2011年4月23日は、日本の実業家、指揮者、声楽家。君党は、君意党。ソニー株式会社相談役、財団法人東京フィルハーモニー、公共学団会長、理事長、東京文化会館館長。 CBS ソニーレコード株式会社社長、初代ソニー商事株式会社社長、東京商工会議所副会頭、ソニー株式会社社長、最高経営責任者、初代社団法人経済団体連合会副会長などを歴任した。妻はピアニストの松原緑。1930年、静岡県沼津市の材木賞を営む大画賞1、 都市の次男、七人兄弟として生まれる。父親は、浜松第一中学から森岡高等農林学校に学んだ後事業を起こし、普通量インドシナなどにも店を持つほど成功した。父親がハノイに単身赴任していたため母、兄弟姉妹と共に、沼津千本松原の別荘で裕福に暮らす。1949年、旧姓静岡県立沼津中学校を卒業。 在学中に、六幕園を患い、療養中の家庭教師となった、岩井産業の岩井一郎から、工学から、音楽、歴史まで多大な影響を受ける。敗戦で離婚への希望が湧かず、たまたま聴いた日比谷公会堂での中山定一の、歌声に感動し、東京芸術大学音楽学部声学科に進学。父親が戦後隅田川沿いに土地を買い、 両国にグランドピアノ付きの家を建ててくれ。そこから上野に通学した。同大学在学中に東京通信工業、後のソニーのテープレコーダーの音質にクレーをつけたのがきっかけで、同社食卓となる。イブカ大とは、大学進学前に東京通信工業の出資者の一人から紹介されて、顔見知りであり、同社が国産初の次期録音機を芸大に売り込んだ際に、協力していい。 東京芸術大学の音楽学部を卒業後、同大学の専攻科を修了し、東京通信工業の食卓として、給料をもらいながら、ドイツに留学した。ミュンヘン国立高等音楽大学にて学んだ後、田中美智子の勧めで、ベルリン国立芸術大学に移り、同大学の音楽学部を卒業した。この頃、田中美智子の紹介で、ベルリンフィルハーモニーの新識者、 ヘルベルト・フォンカライアンとシリアン。ベルリンから帰国後は日機会に所属し、バリトン歌手として活動。帰国後まもない1957年9月に、イブカ大の売借で、芸大の同級生で留学仲間でもあるピアニストの松原緑と結婚し、妻の実家が敷地内に建ててくれた白さんの家で新婚生活を始める。緑の父親、松原まさかは、 東方医大教授やホンダの顧問医などを務める医師で、丸山ワクチンで知られる、丸山千里の2位。1959年9月に森田明を、リブパ大に誘われ、ソニーに入社する。入社1年目にして、第2製造部の部長に抜擢された。また、入社して、しばらくの間は、バリトン歌手としても活動していた。広告部長とデザイン室長を兼務し、 現在のソニーブランドの礎を築いた。ソニーロゴのデザインを手掛けたり、トランジスタラジオテープレコーダーなどの製品に、インダストリアルデザインをいち早く取り入れる。その思想は、現在もソニーデザインとして受け継がれている。1964年に34歳にして、取締役に就任。CBS ソニーレコード、後のソニーミュージックエンタテインメントやソニー商事、 後のソニーマーケティングの社長を経て、1982年にソニーの社長就任。1989年からは最高経営責任者も同時に兼務した。オーディオのデジタル化に力を注ぎ、コンパクトディスクの開発とソフト普及の先頭に立った。またミニディスク、MD の使用はオーガ自らが書き起こしたと言われている。他方、アメリカの CBS レコードやコロンビア映画の買収。 ソニーピクチャーズエンタテインメントやソニー、コンピータエンタテインメントの新設など、新たな事業にも積極的に取り組んだ。その後、会長、取締役会議長、名誉会長を歴任。東京商工会議所の副会頭や経済、団体連合会の副会長などの役職も多数務めた。2001年11月に、北京でオーケストラを指揮中に倒れた。 長期療養後に復帰。2003年1月28日に取締役を退任した。2006年4月1日より相談役。声楽家としてはバリトン。幼い頃から声がいいと言われ、身長も178センチメートルで体格の良さが歌手に好条件だった。二機会の中山定一に指示している。 1973年には、ソプラノの伊藤京子、山田和夫式東京都交響楽団との共演で、ホーレのレクイエムのレコードが、当時の CBS ソニーから発売された。指揮者としては、1990年に60歳の記念として東京フィルを指揮したのをきっかけに、世界中の名門オーケストラと共演した。中でも、ベルリンの壁跡地のポツダム広場再開発地区に、 建設したソニーインターの落成式典でベルリンフィルハーモニー管弦楽団を指揮してベートーベンの公共曲第9番を演奏したのは有名。療養先であった長野県軽井沢町に音楽ホールがないことからホールの建築資金にすることを条件に退職慰労金およそ16億円から手っ取り学すべてを同庁に寄付した。この寄付を資金として建築された音楽ホールが 軽井沢音楽ホールである。長年の音楽活動の中から、オーケストラの音色を決める応声の重要性に着目し、ソニー音楽財団の主催で1986年に、東京国際応声コンクールを、進行のある、鈴木製造、新日本フィル及びハンスイエルク・シェレンベルガー、ベルリンフィルの二人の奏者と共に立ち上げた。その後も、国際応募コンクールとして、 開催地を変更しながらも3年ごとに行われ続けている。世界的な指揮者であるヘルベルト・フォン・カラヤンとはドイツ留学中に知り合い、コンパクトディスクの開発や趣味の飛行機操縦などで講師ともに縁が深かった。1989年7月16日にカラヤンが休止した際、大川ザルツブルクのカラヤン邸を訪れて、 カラヤンの映像作品の商品化について話し合っている最中だった。大川、カラヤンのことをカラヤン先生と呼んでいる。1980年11月19日、三浦智和、山口桃江の結婚式で山口側の主品に迎えられた。ソニーが役員出張用の飛行機を購入した時、自ら飛行機の免許を取得し操縦して、海外出張に出かけていた。 飛行機の免許を取得したソニー社長、会長時代は午後10時頃に就寝し、数時間後に起床して飛行機の勉強を続けていた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。